ほらお姉ちゃんたち、そろそろ寝るよ。ねねちゃん、今日誰と寝るの？もちろんお姉ちゃんメルちゃんとだよね。違うもん、妹メルちゃんとだもん。お姉ちゃんメルちゃんだって一緒に寝たいんだもん。はいはい、じゃあじゃんけんね。じゃんけんぽん。あいこでしょ。あれあれ、あいこでしょ。もうじゃんけんで勝負つかないのわかってるでしょ。ねねちゃんがじゃんけんって言ったんじゃん。そもそもベッドが二つじゃそりゃ喧嘩にもなるよ。三つ目のベッド欲しいな。ベッド作るって言ってたじゃん。ごめんごめん、材料探ししてたら作るのめんどくさくなっちゃったんだ。うわぁ、また大掛かりなことしようとしてる。チャッチャラララララチャッチャー、チャッチャラララララララチャッチャー、チャッチャラララララチャッチャー、チャラララララチャラン。セリアで買ってきたんだけど、片方の一辺が 22.5 だって。このスノコをこういう風にいい感じに組み合わせて、ベッドを作ろうかなと思って。スノコベッド的な。ヘッドボードの高さは4つ目ここでいっか。長さはこんぐらいだから2個目ぐらいまで。こっち側じゃなくてこっち側、この真ん中のところが残るようにここをギコギコするよ。ギコ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 。なかなか木くずが出そうだからちょっと外で切ってこよっかな。これ大変なことになっちゃう。切ってきたよ。元がこういう形なんだけど、5段。1つ目はこういう風に切って、2つ目はこういう風に切ったよ。あとは軽くちょっとやするよ。完成イメージはこんな感じになる予定。ガクガク。まずは土台作り。ここのところにボンドをベーってつけて、こうやってペチってしてもいいんだけど、この隙間を均等にしたいからちょっと細工をしようと思います。家にね、スノコの端切れがあったから、こうやったらほらいい感じなの、均等になりそう。ちょうどスノコの幅とここの出っ張ってるところの幅が同じサイズなの。じゃあこれでつけていくよ。ぐる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 。反対もぐる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 。こんな感じでできたよ。これをこういう風に止めるつもり。ぐる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 。ちょっと斜めってるけどいいか。反対もぐる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 。見て、ダメだ、割れちゃった。釘が太すぎたかな。まあでもこの木そもそも柔らかいからな。やり直したよ。今度は釘にしてみました。さっきと同じようにトンテンカンテンするよ。トンテンカンテン、トンテンカンテン。あ、曲がってる。こっちもトンテンカンテン、トンテンカンテン。しっかりついたよ。幅もいい感じ。こういう感じではめて、どう？おお、ベッドっぽい。でもなんかメルちゃんにしてはなんかちょっとかっこよすぎるかな。色が茶色っていうのがね。ということで色を塗っていきます。塗り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 。楽しい。やっほー。表面だけじゃなくてちゃんと横間とか全部塗っていくよ。塗り残しがないようにしなきゃ。シャ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 。表面と横塗れたから今度は裏塗っていくよ。シャ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 。この2つも塗っていくよ。シャ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 。一応2度塗りしとこうかな。若干下の茶色い部分が浮き出てまだらになっちゃってるの。よっしゃ、できた。あと乾かすだけ。見て、もう真っ白になっちゃった。乾いたかな。お、乾いてそう。うんうん、オッケーオッケー。じゃあこんな風に固定していこう。まずはここをねじ止めしていくよ。ぐる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 。反対も
ぐる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 。オッケー。ちょっと真上からできなかったから、電動ドライバーネジが斜めになっちゃってる。まあいいか。ネジのところはしっかり止まってるんだけど、釘のところちょっとグラグラなんだよね。どうしよう。ひとまずタッカーで止めてみる。せーの、ガン。硬い。失敗した。せーの、ガン。お、止まった。せーの、ガン。お、止まった。せーの、ガン。よいしょ。もう一発、せーの、ガン。おお、あとはトン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 。うん、さっきのグラグラよりは良くなった気がする。オッケー。これは完成じゃないでしょうか。うん、いい感じ。3段になるようにできたし、オッケーとしましょう。やったー、できた。キャラメルちゃん、お疲れ。これで仲良く3人で寝れるね。あれあれ、お布団は？ごめん、力尽きた。結局ねねちゃんの取り合いか。質問コーナーというか、メルちゃんたちの年なんだけど、パイロットインキさんに電話して聞いてみました。だいたい 1.5 歳から5歳らしいよ。髪の毛の長さとか服装とかによって年齢設定がちょっと変わるらしい。妹メルちゃんもメイクしちゃってるし、メルちゃんはもう5歳でいいかな。ねねちゃんはもう3歳で、え、勝手に決めていいかな。みんなは何歳だと思う？コメント欄で教えてね。この動画が良かったら、グッドボタンとチャンネル登録お願いします。次の動画で待ってるね。バイバーイ。